今更聞けないドラゴンクエスト10基礎知識講座へようこそ。ドライトです。今回は特訓モードについてお伝えいたします。特訓モードとは、経験値を受け取らず特訓スタンプというものが手に入ります。スタンプが規定個数貯まるごとに、各職業ごとにバージョン 2.1 後期現在で最大8ポイントまでスキルポイントがもらえます。スタンプの規定個数は、最初は1ポイント目が100個、2ポイント目が200個、3ポイント目が300個、4ポイント目が400個、5ポイント目が500個、それ以降は500個ずつとなり、8ポイント目まで手に入ります。しかし特訓モードには条件があります。まずレベル50以上であること、そしてクエストをクリアする必要があります。こちらクエストナンバー130鬼教官の特訓で、レベル50以上から受注できます。クエストをクリアして初めて特訓モードが使えます。特訓モードの切り替えは、教官乱馬場か酒場の転職屋で切り替えることができます。このようにですね、話して説明がありまして、ここではい、イエスサーですね、イエスサーを2回やると特訓モードに変わります。そして解除する場合も、何回でも解除できますので、いつでも解除できます。こちらが、切り替え方ですね。はい、続いて特訓スタンプの入手方法です。こちらはいくつかあります。一つ目が戦歴画面の、こちら討伐モンスターリストからですね、ターゲットと表示されている敵を倒すことです。はい、でこちらスタンプの数は敵によって異なります。キラーパンサーはスタンプ1個です。2つ目が日替わり討伐の報酬を経験値ではなく特訓スタンプで入手する方法です。スタンプの数は報酬の経験値の 0.2% です。3つ目はクエストクリア時の報酬としてもらえる経験値の代わりに入手する方法です。こちらもスタンプの数は経験値の 0.2% です。4つ目は特訓モードの状態で酒場に預けると、借りた人がターゲットモンスターを倒した敵の数に応じて入手できます。以上4つの方法があります。規定個数に達した時にこのように表示されます。はい、このようにですね、特訓スタンプが600個貯まりましたとなりました。規定個数に達したらチャイムが鳴り、先ほどのように何個貯まりましたと表示されます。そして教官乱馬場に反すことでスキルポイントがもらえます。現在スキルポイントの残りは0で、こちら0ですね。はい、そして乱馬場に反すと、はい、スキルポイントを1ポイント手に入れました。そしてもう一度確認すると、はい、ちゃんと1ポイント入りました。はい、転職屋ではなく教官乱馬場に話して始めてもらえます。以上で特訓モードについての説明を終わります。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は僕の顔をクリック、携帯スマホの方は画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。それではまたよろしくお願いします。